マウスピースは水で洗っていいの？良くないっていう人が多いかな。あかんねん、まあ、プラじゃない？プラではないです。なんていう意味で、エボマイトって言うんだっけ？水洗いは良くない？水洗いは良くないし、私だから一回一か八か中性洗剤、キュッと的なやつで洗ってみたら、もうなんかものすごい色変わったから、わかんねえやーみたいな感じ。なるほどね。で、お湯もダメ。お湯ももう一瞬でバーッと緑色に変わるから。まあ、だから最悪水やったら OK やって感じ。なんか、絞ったタオルじゃないけど、ウェットティッシュみたいな、ウェットティッシュみたいなとかで拭くぐらいやったらいいかな。だから今私はまあこんなご時世やしね、さ、例えば私のマウスピース持ってるやつとかを生徒にちょっと拭かしたりとかするときは、ウェットティッシュ、アルコール入りのウェットティッシュ、だからアルコール入りは良くないっていう人もいるけど、アルコール入りのウェットティッシュで拭いてみたけど別になんともないから多分大丈夫で、でまあそうやって、まあ、内側もキュッキュッてねじってやったり、外側拭いて排気を渡して戻ってきたらまた拭いて片付けたりってやるけど、だからまあ水洗いにしろ、スワを通すにしろ絶対ダメっていう方もいらっしゃるし、はいはい、だから自分のマウスピースもスワを通したことない、スワを通すたんびに削れて、マウスピース良くないからっておっしゃる人もいるけど、私は気持ち悪すぎるからスワは通す。なるほど。で、なんかまあ自分しか使わへんのやったら、まあ、基本その布でツバ取って、で、まあ、外側ちょっとなんか唇のかけらみたいなのがついとったら、ちょっとこう、その濡れた布で拭き取って、ってやったら大体対応できるけど、まあ、その貸し借りするとね、やっぱなんかどことなく気持ち悪いから、アルコールティッシュで、だからアルコールティッシュも毎回毎回やるのは良くないんじゃないかな。僕ね、自分のが非常に赤ちゃん用の純粋のウェットティッシュ、はいはい、アルコールが入ってない、入ってないやつ、染みないやつ、あれを持ってくればそれでやってもいいかな、ちょっとずつ使っていくと、なんか多分もうサックスを吹いてる人にしたら、すっごい当たり前の日常が、これどうしたらいいの、ってなる、あと返す時にここに貼ってあるシールある、はいはい、あれね、剥がしてなんか新しいの買ってって貼って返した方がいいかな、俺の歯型ついてるよ。ああそうだね、やっぱり人の歯型ついて帰ってくるのは私もちょっと嫌だから、私的には新しいマスクスパッチ貼って返してくれるとすごく、あ、なんかええ子やなって思うな。あれはなんか何枚一組みたいなんですけど、そうやね、6枚セットで1000円ちょっとぐらいで売ってる感じで、まあ、またそれも値上がりするから1500円ぐらいになってるか知らんけど、はいはい、これ今貼ってない、今貼ってない状態、今ある、あるよ、なくてももう別に歯型ついてるからいいけど、それ、あ、そう、これって別に自分の歯は痛くない、痛くないんちゃうかな、使ってんのこのパンドレ、パンドレのやつ、おすすめバンド、私がおすすめ、まあ、人によっておるけど、私がおすすめのバンドレカセルマンの、まあ、スペースパッチでお気に入りですけど、大きいシートにこう6枚なってんねんけど、まあ、初めて、でね、ちっちゃく切った方が貼りやすいから、変なやつっていうか、あんま洗った体に合わないというかさ、相性が悪いやつ買うと1日2日で破れたりするし、あと分厚すぎるやつは嫌いやし、あ、そんなに分厚くしちゃうとアンブッシュの形に影響してくるから、あんまり分厚いのは好きじゃないし、でなるべく、まあ、貼らない方がいいっていう先生もいらっしゃって、はいはいはい、でそういう先生はだからどうしても貼りたいんやったらって言ったら、めっちゃ薄いマウスピースパッチも売ってて、で、まあ、これやったらいいよみたいな感じで薄いマウスピースパッチ貼る人もいるんやけど、私も それも半日でなんか焼けちゃうから、はいはいはい、うん、だからまあ耐久性とかいろいろ考えて、私はいろいろ試して、まあ、バンドレンとセルマン、多分ね、バンドレンとセルマン一緒やね、まあ、はいはいはい、はい、製造元一緒やね、よくあるね、そうそう、マークだけ違うだけで、よし、じゃあそれも買おう、はいはい、それぐらい、あとはの楽器だけか、そうね、楽器は、もうね、ちょっとしばらく手が出ないなと、これと、あれと大体同じ値段するんだよな、で、どっち買うねんっ
って言った時の優先順位が低いかな、うん、サックスの方が。あら、まあまああなたはあっちが専門やしな。あれがちょっとね、うん、あれやっぱりあれも18の時に買ってるから、うん、じゃ17かな、30年も、うん、32年とかか、うんうん、でいや今の楽器だいぶ進化してるし、はあ、でちょっと老人にはそろそろしんどくなってきたのであ、もうちょっと軽いやつとかがあるわけね、うん、やっぱりもうなんていうかな、力あり余ってしょうがない時期に買った楽器やから、うん、ちょっと今の自分には合わへんかなっていう気はしてる、はい、うん、でまあ、あのサックスにもあのよく起こるけど、なんか重い方がさ、なんか A 楽器感ちょっとあるよね。あああるね、うん、でなんかこれを吹き込んで育てたら A 音が鳴るに違いないかみたいな。で多分なんだけど、そのあの頃だから90年代ぐらいの金管楽器って、うん、ダークで深い音を出すのが正解やった時代があって、あんまり事情は分かってないんだけど、あ、今の人明るい音出すなって思う。あ、昔のに比べると。なるほどね、やっぱりよくでもそういうのあるんやね、うん、サックスもやっぱり流行りしたりだもん。あ、流行りしたりあるよ。あ、うん、なるほど。まあでも楽器っていうよりはまあまあ双方やけどね、うん、なるほど。楽器はやっぱりあのこのメーカーがいい、このメーカーがいいっていうのはあの もう昔からあるし、それはもう変わってないかな。うん、でもその吹き方の、あの、まあ、アンブシャの形とか息の入れ方とかで、あの時代によってなんか雰囲気変わってる感じはあるよね。はい、まあそれぐらいかな、楽器をも楽器にまつわるなんかいろいろ聞こうと思ってたの、こんなもんやったかな。うん、久しぶりに、まあ、楽器も変わったし、はい、なりました。高いな、上すぎですね。こんなもんかな。そんなもんですかね。で、マウスピースが、よいしょ、こんなもんかな。いいんじゃないかな。なんかええ感じのお腹出てらっしゃるから、あのモレッティさんみたいでかっこええな。なんか、リードずれてる。前より、うん、先っちょ触らない。前より、うん、重い。うん、重い。しばらく吹いてへんから口が緩いっていう可能性もあるけど、借りてたマウスピースが、うん、使ってた子が中学生やったやんか、なんか割と軽い感じで、はいはい、でリードもあの多分薄いのを上げたから、うん、うん、それだから私が使ってるリードをそのまま貸してるから多分ちょっと重いんちゃうかな。全然ちゃうね。多分もうそれぐらいだから、多分ね、まあ、楽器も変わってるけど、マウスピースが変わったから。ああ、でそのマウスピース重いっていうか開き大きい、なんか、なんか前のやつより開き全然大きいと思う。ということは自分でもうちょっと締めた方がいいの。自分でもうちょっと締めた方がいいね。だからもうリードを薄くするか、自分で締めるか、うんうん、でちょっと浅めにするか。まずパー。
でもあ、でもなんかこの辺は一応ちょっとだけ覚えた覚えた、うんうんうん、あ、なんか答え変わるとこんなに変わるんやね。だってもうメーカーから違うかったしね、あんまり他にはまだなかったしね、うん、あ、でも慣れたら、うん、あのこっちの方が吹きやすいかも、うん、あの同じぐらい息入れても許される。はい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 、はい、あ、まあ、だからそうね、もしかしたらその UFO とのなんか UFO 吹いた後サックス吹いて吹かれへんとか言ってたけど、うん、それがもしかしたら解決するかも。あの少なくとも息は森さんから書いてた楽器もがちょっとセーブしてやらないと、そうね、キョキって言ってたのが、うんうんうん、だから軽いセッティングやったと思う、うん、これぐらい同じぐらい吹いても許される。うん、だってあのこれ言ったら私仕様になってるからね、私の前の楽器やし、うん、はい、あの前言ったらプロが使ってたマウスピースがただ古くなっただけのやつで、超恵まれた初心者をやってるんじゃない。そうですよね、うん、前言ったらだからちょっと重い。あー、重いねっていうのはあると思う。てか、この間、あ、この間のサックスお疲れ様でした。あ、ありがとうございます。何やったか。大阪国際サックスフェスタ、第1回でございました。大編成。うんうん。めっちゃ仕上がってたよね。あの、最後のアンコールみたいなやつ。うん、もうそうやし、さ、あの、最初、最初。あ、あの、最初のやつ、うん、あ、よかった、よかった、うん。もう、みんなめっちゃ頑張ってんで、ね、うちの。あれ、全学生さん？ね、ちょっと卒業生入ってる。あ、はい。いや、あんなにやるんや、ってのと、うん、あの同じ楽器吹いてます？ん？どういうこと？麻子さん。同じ楽器ってか、あ、でもなんかね、うん、馬力がやばい。やばかった。うん、あ、私はソロのやつ。うん、でもね、やっぱホールのね立ち位置全然違ってて、立ち位置もあると思う。うん、いやもちろんトゥッティの人が抑えて、まあ抑えてっていうか、うん、ある程度アンサンブルするためにやってて、その前のソロやってるのもあるけど、うん、いや同じ楽器ですか？っていう。いやいやいや同じ楽器です。パワーあるよね。まあ、まあ、ゴールドプレートっていうのはあるけどね、なんかゴールドプレートの方がちょっと抜けるっていうのはあるかもしれないけど、でもその中で、中で今ゴールドプレートを吹いてる人いたし、うん、ってことはあんな感じ、あれぐらいパワー込めて吹いてもいけるセッティングなんですね、これ。全然いけると思う、うん、はい、だって私トランペットに負ける気しないし、そのところであの張り合ってもしゃあないけど、うん、まあ他もすごかったよね。うんうんうん、出だしはその大阪 の, あの、まあ、大阪音大の子出身、うん、あの出身の子が中心で、うん、あの大阪ですみたいな感じの作奏曲をやってるけど、うん、すごい、まあ、めっちゃ頑張ってくれてたし、で韓国の子も私 5,6 年前から教えに行ってて、あ、ね、まあ、もう1年目からとかそうなんだけどね、うんうん、で、まあ、大きい意味ではもう文化生みたいな感じ、うん、ちょっとだけマスターカスとしてた、はい、そういう子もちらちら入ってて、うん、っていうか、でもあの頃もだから最初にコロナの前にこういう演奏会しようって言ってて、うんうんうん、それから、まあ、4年ぐらい経っちゃったやんか、うん、だからすごいうまくなってて、うんうん、もうびっくりした、うん、まあ、大きくもなってたし、あ、こんなに身長伸びたみたいな、はい、うん、だからもう若い子とか中3か高1ぐらいだと思うねんけど、今も大学生になってて、なんか顔ちっちゃいねんけど、すごい身長伸びてた、はいはい、おお、来ちゃったなみたいな。あのソロの曲弾いた子もなんか面白かったね。あ、うん、あの子はね、ソウル大学のサックス科で、だから頭もいいし、へ、あのソウル大学のサックス科って東京芸大と東京大学をくっつけたみたいなとこやから、もうめっちゃ、もうめっちゃ難関、うん、で、あの今そこで勉強する子なので、うん、めちゃくちゃうまい。であとメビウスさんも楽しかった。メビウスさんいいよね、うん、もうあれは大阪の宝よ。まあサックスの演奏会って基本的にお客さんってサックスやってる人や、うん、サックスやってない人が見ても楽しいっていうのは、そうね、うん、でクラシックでなんかあそこまでの演出がある出し物っていうか、まあ、なくはないと思うけどすごく少ないと思うし、うん、でね、ああやってなんか自分たちで演出考えてやる人たちだからすごいなと思うし、もうぜひみんなに聴いていただきたいなと思って、ああいうメンバーになったんですけど、あのカメラマンさんはあのメンバーさんのご主人なんですね。ご主人で、大阪の出身の。あ、そうなんや。で、うん、あ、彼もサックス。彼もサックス。あ、なるほど。いや、やっぱり演奏家でネット動画とかで売り出したりとかしようと思うと、うんうん、
自分で撮るって限界があって、そうね、あの、うん、やっぱ誰かに身近に誰かいないと無理よね。無理やね。僕も自分で自分の演奏を撮るようなって思って、うん、これセルフでやれっていうのは無理やな。無理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 。あの、うちはあの機材の力に物言わせてどうにかしてるけど、うん、これは無理だぞ。いや、私もなんかコロナ中にちょっとだけ自撮りやってみたけど、まあ、あのカメラの位置とかももう決まっちゃうし、うん、でなんかもうこの部屋の狭さやったらすげえ顔がアップになるとか、うん、あの意外とカメラだったりとか機材もやねんけど、場所場所もね、うん、そうそうそう、もうだから今この場所やから自分で撮った演奏を出してられるけど、うん、ここなかったら無理。そうだね、うん、なんか家でちまーっとなんか近所に迷惑ならへんようにちょっと抑えてやりながらみたいなとか、やっぱりちょっときついかな、気分も乗らへんし、うん、でそのたびになんかもうあそこのものここ動かしてここやってここにようやくカメラが行ってみたいなのを、うんうんうん、あれやると思っただけでもうちょっと気が萎える、うんうん、はい、やっぱ一人でやるのにはね、いくら機材揃っててもやっぱ限界あるよね。やっぱカメラワークとかね、なんかちょっとこうなったりこうなったりいろいろしてほしいし、で、あの伴奏者がいるとなると、しかもそれのセッティングするために伴奏者待たせる、あー、なるほど、そう、それが意外と気を使う、うんうんうん、時間かかるもんね、うん、うちはあのすいませんと思いながら気を使わずにやってるけど、うんうんうん、